めっちゃ可愛いな。味美味しいよ。いやここ何でも美味しいよね。これはクッキーだね。クッキー。普段ホテル人気者。人気者。美味しいよ。何が一番好き？もちろんそぼろパンです。もう迷いないな。いな。何買おうか。あ、これ人気だね、モンブラン。めちゃくちゃ人気のやつ。試食もやってる、試食。サンドイッチこっちもいい。サンドイッチ絶品すぎるよ、ここの。絶対買うやつだね。アイスもある。あ、これめっちゃ美味しいやつ、前動画撮った。じゃがいも、じゃがいもだ。そうそうそう、入ってるやつ。はい、ソクチョンホスに来てます。韓国のね、チャムシルのソクチョンホス。ここなんかね、結構お散歩してたりとかね、ベンチ座ってなんか食べてる人とかよくいるから、ここで奇妙物パン食べたいと思います。今ね、袋がじゃん、クリスマスバージョン、12月だからで、ね、相変わらずソクチョンホス。今何もないけど、よくオブジェとかね、結構こう出てる時があります。夕方のソクチョンホスだけ撮ってなんかさ、みかん乗ってんだけど、あそこ誰か乗せたでしょ、絶対。あ、それ本当のみかんだ。え、なんでみかん取りに行く本当のみかんだ。なんでみかん取りに行くはい、パン食べます。ちょっとね、どっかいい場所見つけて、ちょっとベンチさんで食べようかなって思います。くまっちと一緒に、ウィズくまっち、ウィズくまっち食べに行こう行こう。うん、久しぶりにキミョンモのパン私がね、ソウルで一番大好きなキミョンモのパン見えるよ。ソクチョンホス、ここね、もう人がいっぱい、みんなお散歩してる。冬なのに多いね、人多いよね。はい、パン、こんな感じでいっぱい買ってきました。なんか、今回は定番のお気に入りは買わずに、ちょっとね、食べたことないやつをいろいろ買ってきた。でも人気者買ったよね。人気者買ったよ。クマチのなんかこのピザのパン、これ何？僕のおすすめ。おすすめこれ。一口味見し合おうよ。あとこれがなんかあのね、キンピョンモで人気のモンブランなんですけど、カーカー言ってる。キンピョンモで人気のね、モンブランからチョコ版が出ました。チョコ。今回新しく出た、その新品らしい。新しいやついっぱい出るだ。え、どうする？何買う？食べよう。あ、これめっちゃ美味しそうだった。なんかね、黒いパンの、あんバター、もうバターがめっちゃたっぷり。ちょっとこれ食べてみる。うん、絶対美味しいやつ。なんかカマンベールチーズか、とりあえずチーズが入ってるものだね。え、チーズだったっけこれ、中身がね。あれ、あんバター、あー、練乳だったっけ、ちょっと忘れた。え、練乳、あんバターじゃなかった？ちょっと待って待って、これ何？これがカマンあんバターだから、黒いあんバターだ。なるほど、カマンベールと間違えたね。うんえ、これめっちゃ美味しそうだよ。待って待って、はい、手はしっかりね、綺麗にしました。じゃじゃーん、美味しそう。美味しそう、やばくない？これあんも下に入ってるし、バターがすごい分厚い。なるほどね、綺麗に取れてる。うん、美味しそうです。手あったから、これいくよ。あー、すごい見て、これバターがまま出てきたえ、すごい、パン柔らかいよ。美味しそう。食べるよ、ちょっと待って。美味しい、さすがキンビョンモだな どういう味？あんとバターすごい濃厚、甘濃厚。甘いね。甘いよね、美味しいよね。あんとバターの組み合わせ最高だね。パンも美味しい。ハードパンだけど結構食べやすいよね。このキンビョンモのハードパンってすごい硬くないよね。あんま硬すぎないというか、外だけはちょっと少し硬くて、中はめちゃ柔らかい。パンめちゃ美味しい。どれ食べたい？ピザパン美味しいね。ピザがいい？ピザ行こうか。中身がすごいんだよ、そのパンはねえ、これさ、食べたことある？ここはそっちは結構あるねはい、これピザパン、じゃーん。外は何もないからな、このパンの特徴は。え、これ硬いの？中がすごいんだよ。あ、
本当だ。え、すごいよこれ、うん、うわー、めっちゃ具材しっかり入ってる。え、美味しそう。結構具材でっかいね。なんか玉ねぎとか、うん、キノコとかがザクッとでっかく切られて、涙出そうめっちゃ美味しいなんだこれは、まあ、冗談抜きでめちゃくちゃ美味しいよこれ。僕大好きなパンだからな。なんか普通ピザだとパンが結構固めじゃん。あのピザの生地って、うん、すごい柔らかいパンにピザの具材が中詰まってるって感じ。美味しい。時間が経てると、うん、ピザの外側に具材があるのが結構乾燥されて美味しくないんじゃん。なのにこのパンは中に入ってるから具材も乾燥あまりしてないから美味しい。美味しい。幸せ幸せだけど、これちょっと飲み物何も買ってないよねなんか一個買えばよかったんじゃないのこれ飲み物なし大丈夫うん、湖を見ながら。ひこまち食べる？あ、美味しい美味しい。え、ちょ、モンブラン食べてみて。モンブラン、これチョコ初めてでしょ。あ、前なかったよね、新メニューなかったよ、うん、クリスマス近くて新しく出たものだね。感じ。うわ、でもこれ手ベタベタになりそうだね。一応あれ持ってきたけど、ウェットティッシュ。うわ、これすごいよ、ほら、じゃーん。周り全部チョコだね。チョコだね、うん、本当だ。あ、なんかチョコ塗られてる。うん、めっちゃ美味しい。すごいチョコ染み込んでる。なるほど。でもやっぱこれ何のモンブラン、なんか生地がね、パイみたいにサクサクとちょっとなってて美味しい。美味しい、うん、でも中しっとり。あ、これ中チョコ入ってんじゃない？全部チョコだ。だよね。あ、チョコクリーム入ってる。おー、なるほど、うん、あー、中までチョコだと思わなかった。あ、でも本当に美味しい。これだって一番人気じゃない？君はもう、あの、このチョコじゃなくて普通のモンブラン。モンブラン昔から人気だったな。だよね、うん、なんか前お店行った時に一番人気って書いてた。お、しっかりクリーム結構入ってるよね。結構入ってるよ。美味しいねだよね。なんかあんまりさ、私たち行ってもモンブラン買わないんですよ。モンブランあんまり買わなくって、なんかモンブランサイズが大きいから、それだったら他のね、ちょっと小さめのサイズいっぱいいろんな種類買った方がなんかこういろいろね食べたいかなって思うけど、モンブランやっぱ美味しいわ。人気商品意味あるわ。美味しい結構美味しい。チョコレート使ってる。そう、うん、チョコが美味しい。なんかただ甘ったるいだけのチョコじゃない、ちょっとお上品な感じするね。うん、ちょっとそういう感じする。え、美味しい。なんかこうやってさ、公園来てなんかチョコチョコ食いするのいいね。少しずつ食べる、楽しいね。ねえ、なんかちょっとつまみながら。結構いっぱい買ったからね。え、何がいい、何がいい。次はじゃがいも。このこれでしょ。なん、名前なんだったっけ。これね、前動画で紹介したんだよ私一回。名前毎回覚え出せない。なんだっけ、あの店員さんおすすめしてくれて初めて食べて感動したやつ。うん、これ名前なんだったっけ。なんかレシート待って、レシートある。あれ、レシートどこ行ったの。ん、僕の。あ、レシートどこ行ったの。ん、レシートどこ。汚い、マスク落ちてる、誰かの。あれ、どこ行ったの。あ、こっちね。これじゃない。あった。ドゥンドゥンハンポテトバ、絶対美味しい。チーズがすごい。でもね、これ何がするってチーズじゃなくって中の具材がすごいんだよね。なんかバケットもパリッとしてるし、ピクルスとかジャガイモとかざく切り、大粒で入ってる。うん、割れるかもしれないけど、うん、あ、いける全然。ほら、じゃーん。あ、丸ごとだね。すごいね。こんな感じで、はい、食べるよ。そう。めちゃくちゃ美味しい。なんだこれ。バケットにもうグラタン乗ってる。グラタン乗ってる感じ。そうだよ。じゃがいものグラタンが乗ってる感じがするよ。うん、もうほんとね、あの、じゃがいもが冷えてんだけど、ホクホク。うん。美味しいわこれは。あ、でもこれ本当に何気に、あの、そぼろパン超える勢いかもいや、そぼろパンダントツ1位じゃん。でこれ本当に今ちょっとお惣菜系の中で昨日もでは1位かも。これ僕もそのパンが1位だよ。いやいや、うん、食
べる？ああ、うーん1位でしょ。ジャンジャン1位だよこれ。いやでね、これね、そもそもクマッチが好きなやつだもん、わかるもん私。あ、っていうかさ、さっきのピザのやつ美味しかったけど、ピザよりやっぱこっちが美味しくない？こっちが1位で、僕はもともとピザに。やっぱでも店員さんおすすめだけあるわ。何食べようかな。ちょっとじゃあ、あんバター食べようかな。あんバター、あ、これ美味しいね、甘くて。おいしい。ベゲインバンガク館ってあるじゃん、パン屋さん。最近流行ってる、流行った、そのパン屋。米粉を 100% 使ってるところ、あそこのね、あのあんバターめちゃくちゃ美味しいんだけど、やっぱ種類違うな。こっちのパンはふわっふわの、なんかハードだけどふわっとしたパンなんだけど、あのバンガク館の方はなんかカリッカリに、なんかザクザク食感が良くて美味しい。そういう、どっちも美味しさありだけど、どっちがいい？もう決めれない。でもなんか好みの違いかも、結構系統が違う。確かに、少し暖かくなったから、結構人出てるね、散歩してるし。めっちゃ人いるよね。結構いるな。めちゃくちゃいるよ。じゃあ飛行機雲出てる。ああそうだな、ありそうだよね。あ、時間まだ走ってんじゃん。走ってる、飛んでる。なんで 上に向かってる気がする。UFO。 UFO ではない完全に。あ、おいしい、幸せ。でももうこれね、今の時期までだよ。あの、もうちょっと寒くなるともう外で食べれない、絶対。そうだな、韓国の冬過酷すぎて。鼻水出るよ外出たら、絶対。パン買ってこうやって公園で食べるの最高だね。カイロ持ってきた結構強そうなカイロだな。たまにね、やけどするかとか、あっつんでなるもん、ね、ボケするみたいな。あ、おいしいよ、めちゃくちゃ。キミョンもパン最高です。なんか他にも買ったけど、そう、全部開けちゃうのあれだから。でもね、紹介だけすると、これもおいしいよね、あんこ入ったやつ。普通の定番の小豆のよ。っていうかさ、これ今日2つあんこ入り買ったんですけど、これどう違いがあるの？なんで形だけ？形、単純に形だと言っても間違いないけど、なんか小豆の量とかそういうことがちょっと違うから、実際食べてみると味もちょっと違う感じがするね。どっちもある、食べたこと。どっちもある、僕。どっちが好き？僕はちょっと長い方が好きだね。わかる、確かになんかコッペパンっぽいんですよ。こっちの方がパンが柔らかい気がする、なんだ感じで。まだ他にも買ったので、ちょっとゆっくり食べていこうと思います。美味しかったね韓国でね、パン買ったら、まあ、パン屋さんで食べるというイートインコーナーがあるパン屋さんもあるんですけど、キムヨモってどうなのかな。あそこイートインコーナーあったっけ、土木駅のところ。そっちあるよね。あ、イートインコーナー。イートインコーナーってなんだあの、食べれる場所、食べれる場所、席。ああ、隣にそのカフェが一つあるけど、そっちでなんか食べれる話聞いたことあるけど、確認する必要ある。まあとりあえず、あ、でもね、あの、キミョンも行くんだったら絶対土木駅のとこがいいです。なんかチャムシルでも何回か買ったんですけど、なんだろう、なんかチャムシルで買うとサンドイッチとかもやっぱり土木駅のとこで買った方が美味しい気がして。作ってる人が違うかな。違うのかな、やっぱあれ。なんか違うよね、似たようなパンはあるんだけど、なんか味が違うというか、あれって思う。そしてシナジョロエが、そうちょっと違うね。そっちはカフェちょっと向かってるシナジョロエかな。確かに、なんかパンの種類すごく少ないんですよ、チャムシル店とか。だからやっぱ土木駅のお店の方がもう全然品数も多いし、もうパンも美味しいし、ケーキとかもいっぱいあるし、すごいおすすめです。まあちょっと旅行の方行くの多分大変だと思うんですけど、行ってみるといいと思います。あ、どうしよう、毎日韓国語やってんの。今日の韓国語なんかない？クマさんから今日韓国語やってもらおうか。今日の韓国語、너무춥다待って、今日はごめんなさい、韓国はちょっとラフに行きます。クマさんから教えてもらう、ノムチュッタ。とても寒いです。とても寒いです。ノムチュッタ、ノムチュッタ。ソニオンダ、ソニオンダ。手がこうこうなる、オンダだから、あのオンダでしょ、だから、手が凍るでしょ、手が凍るという話だけど、その程度寒いという表現でよく使う、ソニオンダ。そして今ちょうど浴衣で、ソギャンイイッブーだ。サギャンイッブだ。それ日本語で何と言ったっけ？
く。太陽、夕日。夕日、うん、夕日が綺麗だなという表現。そぎゃにやっぷだ。そぎゃにやっぷだ。ということで今日はね、韓国人のクマさんから韓国講座やってもらいました。よかったね、覚えてみてください。クマさん、最後のフレーズ知ってる。じゃあ今日もとっても美味しかったです。ごちそうさまでした。あ、오늘도너무맛있었어요。고맙습니다。韓国バージョン。